はい、1号からで毛止めします。適当の掃除って大変なんだけど、うん、金かかるよね、うん、高速線でだもんね、あれは、うんうん、綺麗になるんですね。なるよ、ね、うん、それこそ、うん、伊達にお金払うね。そうですね、うん、ね、うん、綺麗、本当綺麗になるね、うん、それもきさん、石灯どうしたんですか？あのね、うん、石岳の方は、うん、もう前々からある、うん、そういう先祖代々の、 あ、そうなんですか、うん、あ、その中に入ってるんで、あ、じゃあね、うん、結構さ、ね、お墓を親が亡くなったんですけど建てるって金かかるからさ、あ、そうですね、うん、だって俺も笑っちゃったけど、うん、あのおふくろが亡くなった時にさ、亡くなったってんで、ほら新聞出したでしょ、そしてそうだな、2週間ぐらいしてからかな、あれですよ、うん、墓建てませんかとかいっぱい来たよ。あ、そうですね、うん、うんうん、うちもあれですよ、父親の時はやっぱりいろいろ入ってましたよ、うん、なんだかんだ、ね、うん、うちはもう親父はね、自分で立てて、ええ、うん、うん、してくれたからありがたい、うん、何もしなくて、子供は、うんうん、開けたけどこんな話しなかったけどねえ、ねえ、うん、そういう話が現実になっちゃった。そうですね、うん、
背中温まってたね。ああ、そうですか。うん、じゃあ眠りしかさい。眠くなってきた。はい、どうぞ。だからもう10月ですもんね。早いよって言ってるだけでさ、何してたかなって感じだよね。そうですね、うん、どこ待っちゃう、はあ、いや本当そうですよね、うんうん、一番答えるからね。そうですよね、うん、北海道なんかね、もう雪降ったってね、ニュースで。そうね、うん、早いよね、高田屋ちゃんも近すぎる、ね、すごいですね、今週土曜日は花火大会だ。あ、そうだよね、うん、前は夏じゃなかったっけ。そうですよね、なんか ね、うん、寒くなってからの、だからあれなんて思ってさ、うん、そうだ、花火大会だ、晴れいいけど。そうですね、ね、明日からちょっと天気は下り坂、うん、もう来ました、はい。